岩屋防衛大臣はロシアのショイグ国防相と会談し、今月に短距離弾道ミサイルを発射した北朝鮮への対応について非核化に向け緊密に連携していくことで一致しました。北朝鮮の完全な非核化が日本にとってもロシアにとっても共通の目標であるということをですね、確認をさせていただきました。また引き続き本件について日ロ間で緊密に連携していくことでも一致をしたところでございます。会談ではロシア側から日本がアメリカから購入する予定の地上配備型のミサイル迎撃システムイージス・アショアについて攻撃的な能力を持つのではないかなどの懸念が示されました。これに対し岩屋大臣はあくまでも防御的な仕組みで他国に脅威を与えるものではないと理解を求めました。その一方で岩屋大臣はロシア側に対して北方領土の軍備強化は我が国の立場とは相入れないと抗議しましたが、具体的な返答はなかったということです。